平野利森、平野の利森は平安時代末期の平家一門の武将。平野忠森の四男。平野清森の異母亭。母は藤原家隆の娘、大賢門院に仕えた女房。平道森、平野の利常の父。方言の乱平時の乱で、兄の清森に従って戦う。邸宅が六原の草門にあったことから角脇殿と通称され。 さらに、平氏政権での栄達に従って、角脇最小、角脇中納言と呼ばれた。獅子型にの陰謀事件では、娘婿の藤原成常が罪に問われたため、その斜面に奔走した。自称、樹衛の乱では主に後方の守りについた。一の谷の戦いで着難の道森をはじめ子息を、失う。段の裏の戦いの敗戦の中で、兄の常森と共に受水した。 方言元年、1156年の方言の乱では、兄、清盛に従って戦っている。孔によりの昇殿を許された。平治元年、1159年の平治の乱では、清盛が、後白河法皇と二条天皇を代理から奪回して、代理に籠もる源の義も、藤原信頼を攻撃する際に、清盛の嫡男の重盛、弟の頼盛と共に大将として、 六原を出撃。重森が侍剣門、頼森が行方門を攻撃し、敗走したと見せかけて、源氏を代理からおびき出し、その間に内容者に陽明門を開けさせて、代理を占領する働きをた。退路を失った吉友は、六原へ総攻撃を仕掛けるが、力尽きて敗走。乱は、清森の勝利に終わった。清森が、 ご白河院と距離を置いたのと対照的に、母が仕えた体験盲印書生という縁から、ご白河院に接近心近心として活動した。ただし性質腹の伊伯帝、より森、池殿に比べると、清森に従順であったという。乱後、性用意した、日た之助に助任されていたが、王法万年、1161年9月15日、二条天皇を、廃して親王、則リヒト神皇。 後の高倉天皇擁立を図ったとの容疑のため、開館される。これは、後白河上皇と二条天皇との対立の巻き添えを受けたもので、院に近い平の時ただ、清盛の義定や藤原成地下も同時に開館されている。なお、翌年には、野と守に復職している。任何三年、1168年に、聖三位三議に進み、門脇最小と呼ばれた。 安元三年、1177年4月、延暦寺大衆が、隠語所へ高祖に押し寄せた際、警護のために出動。同年6月、獅子形にの陰謀事件が発覚。首謀者は、陰近神の藤原成近、下、最高、春閣らで、このうちの成近の着男の成常は、もりの娘子だった。娘は、三重でもあり、困り果てたもりは、 成りつと共に清盛のもとへ参り、寛大な処置を願ったが、清盛は対面すら許さず、成りの断罪を命じた。これに対して、のりもりは出家して隠遁するとまで言い出し、それならばとようやく成りの身柄をのりもりに預けることを許した。関係者の処罰が決まり、成りは、備中国ついで遠く、薩摩国機械ヶ島へ流されることになった。 娘婿のこと哀れに思うのり森りは解任した、中宮の徳子の暗産祈願として、大社を願い出て、清森もこれを許し、翌自称二年、1178年になりつねは、赦免されて京へ帰った。自称四年、1180年五月、持人王の挙兵計画が露見。恩城寺に逃げ込んだ持人追悼の大将の一人に任じられる。自称五年、 1181年うるー2月、清盛が死去。平家は水運に向かうことになる。要は元年、1181年10月、北陸道の情勢が不穏になると、のりは、兄弟のより森、つと共に、落中の守りを担当した。着南の道盛は、越前守で、北国の守りを担当しており、源の義中の軍と合戦を繰り返していた。 要は2年、1182年、12位、県中納言に進み、角脇中納言と呼ばれるようになった。樹英2年、1183年4月から5月にかけて、平これ森を総大将とする北陸遠征軍が、源の義仲に敗れて壊滅。着南の道森も敗走して京へ逃げ帰った。同年7月、平家は京を支えきれなくなり、ついに都を落ちする。 平家は、佐抜国屋島に本営を置き、もり、道ちもり、範常の不死は同年るう10月の水島の戦いに参戦し、勝利する。さらに、同年11月の室山の戦いでは、平重平と共に大将軍として出陣し、源の幸家を破ってい。翌13年、1184年正月、吉中は、鎌倉から派遣された、源の乗より、 義経に滅ぼされた。平家は、摂津国福原まで進出し、のりもりは、西国の反乱勢力の鎮圧にあたり、特に次男ののりつねは華々しく戦った。樹英三年、1184年2月4日、福原で清盛の法要が営まれ、樹木が行われ、平家は、安徳天皇と三種の神器を要しているので、樹木を行う権利がある。 のりもりは正くらい大納言に著されるが、これを辞退した。その日、源、のりより、義経の鎌倉軍が刑を侵発していた。7日に行われた福原をめぐる一の谷の戦いで、平家は惨敗し、着難の道森をはじめ、こののり常、なりもりらが討ち死にした、のり常については、生存説あり。さらに、身をだった、道森の妻の小細省も夫の後を追って、 受水自殺してしまう。子たちを失った、のりモの身辺は心細いものになった。その後、平家は、屋島の戦いに敗れ、長と国彦島に逃れた。そして、十英四年、1185年3月、壇の浦の戦いが行われ、平家は、力尽きて敗北。二位に、清森の妻と安徳天皇をはじめ、平家の一門は次々と受水した。のりモは、 兄の常森と共に、鎧の上に怒りを繋げて、兄弟子を取り合って、海に沈んだ。去年58。娘ののり子の子である茂子は、後鳥羽天皇の長妃となり、主聖神皇、後の純徳天皇を生んでいる。日付イコール旧暦、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。